道島米会所の浮世絵道島米市場跡記念碑。1953年に横江果順により制作、台座の字は浜を図案化したもの。道島米会所は江戸時代の教法15年8月13日、摂津国西成郡の大阪道島に開設された米の取引所。現在の大阪府大阪市北区道島浜一丁目にあった。当時大阪は 全国の年貢米が集まるところで、米会所では、米の所有権を示す米切手が売買されていた。ここでは、商売取引と超曖昧取引が行われていたが、前者は、現物取引、後者は、先物取引である。敷金という証拠金を積むだけで、先決済による先物取引が可能であり、現代の基本的な先物市場の仕組みを備えた。 世界初の整備された先物取引市場であった。何は百景道島米市1800年代の米会所の様子。競りに熱中する仲買人たちの足元と入り口あたりでそれを見守る人々。落ちたセンスやキセルから混乱ぶりが忍ばれる1930年代の道島米国取引所江戸幕府が米下下落への対策に苦慮していた時、江戸の三谷三左衛門。 中島蔵之助、冬木彦六の三名の取り計らいで、米座岡交わせ御用会所が設立され、三名が取締りの任に当たった。しかし、正任商売の売買だけでなく、開米の入り立季節以外にも一年を通じて、市場を反映させようと、大阪の米商備前や、コンベエ、芝谷長財門が、売り繋ぎ買い繋ぎの方法を安出した。これは、建物前を定め、 現月現日を立て、その期限内に延べ売買を行うものである。しかしその後取引が複雑化するとともに支配人を置くこととなり、相当の休券を与えて、称号に従わせた。この支配人が、後の県大両替、すなわち米方両替である。教法6から7年頃、幕府は不正取引の稼働で延べ売買を禁じたが、やまなかったので、教法7年12月。 全国以内の延べ売買を許し、共謀9年2月、空前相場をも認めた。同年3月、大阪を襲った大化、明治焼のために暫時休止となった。ところが、この期に乗じて、米相場会所の設立を3回にわたって願い出た、江戸商人へ認可が降りたことで、同時島米仲買などは、江戸商人に支配されることになり、収益の一般を持ち去られてしまう。 これを遺憾とし、田辺や東西門、甘崎や、東米、鹿島や、西米の三名を総大として、江戸へ派遣し、江戸町奉行、大岡忠介に訴えさせた。教法15年8月、この訴えは幕府の受け入れるところとなり、米市場は再び、大阪商人の手に戻り、道島市場においてのみ、町合昧の取引を公表されることとなった。年月、 初めて米仲買株441株を許可し、米方年行事を定め、共法17年4月に521株、共法20年7月に351株を許可し、合計1313 13株となり、別に米方両替株50をも許した。天保13年8月、幕府は天保の改革の一環として、株仲間を解除することとなり、道島市場組織も変わった。 従来の仲買いに限らず、誰でも米方燃行時に届け済みの上、市場に出て払いまいその他の売買ができるようになった。ただし従来通り市場の取り締まりは燃行時がこれに任じた。加盟4年株仲間最高の結果、道島は仲間人員の検査取り締まりのため、再び観察を過付された。幕末、国内が騒然とし、 貨幣制度が乱れて米価がは,なはだしく変動したため、4ヶ月を1期間とする超曖昧取引が困難になり、幕府の許可を得て、石立米商を実施した。だが、財政難に陥った幕府や諸藩が極端な陶器に走り、米がないにもかかわらず空手形を乱発したために、米の価格は高騰して市場は混乱し、同マベイ会所はその機能を喪失していった。 その結果、幕府崩壊とともに、明治2年に、明治政府により廃止された。それに伴い、道島周辺の諸藩の大名倉屋敷も没収されている。その後、明治4年に、道島米会所として復活。明治6年に、油取引を加えて、道島米油会所となったが、明治9年に、油取引を分離して、道島米商会所となり、 明治26年9月9日に取引所法による株式会社組織の米国取引所大阪道島米国取引所へと発展した。大正7年には過剰投機により米騒動を引き起こした。昭和14年に米国配給統制法による日本米国株式会社に吸収されて幕を閉じた。道島市場の取引は次のようなものがあった。米中街は 道島15町に住まい、倉前の入札を行い、商売型、町合型、関型の三種のうち一種、または二種以上を合わせ営むことができた。町合米のみを売買するのを町合型、商売及び町合米を売買するのを、豚や商売の倉出し、及び輸送をするのを関型と言い,い、これらを総称して浜型と言った。米型年行時は、浜型総中から、 人望のある者5人が選挙され、浜方に関する講師の取り締まりを行った。年行事の下には月行事があった。米中街の住所は不定ではないため、町ごとに月行事を置いて、その町米中街の取り締まりを行った。米方会所は道島線大区長にあって、水方役の筆頭が会所を守るとして住んでいた。当時は、市場はもっぱら寄せ場と呼ばれた。春。 夏、冬の3期に分けて取引が行われた。取引期間をまたがっての取引はできなかった。取引は午前8時から午後2時まで開かれた。前日のひなわ値段を元に寄り付き、値段を決める。午前に、商売の取引を行い、正午に一旦引ける。午後に入って、立ち会いを再開する。午後2時の終了時刻前になると、長さ一寸ぐらいのひなわに火をつけて、 縦合場の軒先に吊るし、それが燃え尽きた時点で取引終了とした。この時の値段をひなわ値段と言い,い、次回の初め値となった。決済は米方両替で行われた。超曖昧は実際に商売の受け渡しは行われずに、帳簿の上の差し金の授受によって決済売買された。少なくとも元禄年間には行われていた。 ただしこれは不正売買であるとして禁止されていたので、あって、強日年間、米価引上げの一策として許されたものである。懲愛米賞は、1年を3期に分けて、第1期は1月8日から4月27日まで、第2期は5月7日から10月8日まで、第3期は10月17日から12月23日までと、し、これを3期賞といって、1期の最終日は、 限りしといった。超愛米賞において、即日売買を解除して一杯になる日を日経といって、夜、越しとなるのを、劉米と言い、流米はその期の限りし前3日間に、今までの売買を解除しなければならなかった。従って3期とも限りし前3日間を、しまい宿り希賞あるいは、立前一条といって、新期の売買を許さず、もっぱら売り前、買い、前をさせた。 これは、後の米相場とは異なる点である。もしも売り米、買い、米を忘れて、米が残るなどした場合には、これは、米米といって、商米、製銀で授受する。市場で売買する米、いわば標準米を、建物米という。これは、筑前、須尾、長戸、広島の4蔵米のうち1を入札で選定し、第1期と第3期との建物米には4蔵米のうち1を、 建物前にし、第2期の建物前は入札せず、いつでも歌集前を建物前にした。これは、京法年間、道島の中街が、江戸表に出布したが、費用不足で、歌集家から金を融通してもらったその法恩であるという、超曖米の売買の国高は百国が、最小額であった。商売賞と同じように中街の思惑によって、 あるいは客方の注文によって売買し、客方の注文には、問屋は100国あたり5問目、ないし2問目5部の日銭を記した。売買の開始は、商売省と同時で、正引きすなわち、商売省の引き方とともに一時売買を中止する。これを、賞という。日が短い、あるいは相場に乱工芸があるときは、日縄まで消えないことがある。八辻過ぎ。 水方役が揃って、寄せ場に出てに寸余あまりのひなわに火をつけ、箱に入れて、寄せ場の規則が書かれた看板の下の格子にかけて、その周囲を保護して、合図の標識を打って、売買を、再び開始し、ひなわの消えた時また標識を打って、これを報じる。この時の値段を、ひなわ値段あるいは、大引け値段といって、最も大切な値段として町奉行に上申する。 X は 2X 比の超愛米値段とは、このひなわ値段を言う。ひなわが消えれば、場に集まった仲買いは尻ぞき散るのが当然であるが、なおも売買を続けるものもあって、その時は、水方役が水を巻き追い散らした。水方役という名称のゆえんである。これには一番水、二番水、三番水があって、三番水の時の値段を、 おけぶせ値段といって相場ぶれに記入された。近来米国相場の義につけ、含有のいて、米商人とも、無角束、あり、相場の触りに、成功様相門へ、うにつけ、強行、右の願一切太り上はずに、孔館、大阪米商内は、古来より、松室来行司法をもって、流相場飽きないうち、 諸国商人並みに、大阪中外とも、勝手次第に貸し候、両替の儀は、ありきたり候五十件の両替や、取り計らい、相対次第、保銀、その外省上差し引き勘定等の儀、前々の通り松室明内ないうち、随分手広く、小にても米将内の触りに、成功儀、無これ様、か松室公、その趣をもって、心次第飽きないうち貸し騒言う、 福幸善太郎米会所の義愛とめ、取り組み古来よりありきたりの義は、構えも、無の、和か、古来に無の義を、新規に、こしらえ出し、古法と紛失、義優の場、千義の上、九度、曲字かさるつけ子を、飽きないうちにつけては、久字訴訟は、古来の通り太り上層楼、里も、裏井の外にお手は、格別にて、としなかがいとも、自分の主意をもって、 みだりに仲買い仲間の騒ぎ式に、むこれ様、かまつむろこ、ニのおもむき、中江戸表をひため行家交換、三里町中からいぶれものなり日形とさ教法15年犬8月13日2011年8月8日から2年間、の試験上場という形で、東京穀物商品取引所と関西、商品取引所で、米の先物取引が復活した。 2013年2月12日、関西商品取引所は、道島米会所にあやかる形で、大阪道島商品取引所と改名するとともに、東京穀物商品取引所から、米の先物取引を移管して、日本唯一の米先物取引所となった。大阪道島商品取引所と並んで、道島米会所の経譜を継ぐ大阪取引所は2018年10月24日、 株価指数先物取引の開始30周年記念日、一粒の光を米会所跡地に建てた。加藤圭一郎によれば、この期間全てを分析したのではなく、天保期にはデータの空白期がある。宮本氏は、その時期の分析を留保されている、加藤圭一郎、近世中高期大阪における、米国流通機能の変質過程。 道島町愛イ米省内のヘッジ機能を中心にして、社会経済史学第58巻、第2号、1992年6月、177ページ、土井、10.20624、セイズ、58.272。坂井義清、加野義明著、金融システム1876年9月4日、大阪道島米会所創立出願、10月28日、 開業免除をカフ、11月2日開業、元山義彦、金融権力、グローバル経済とリスクビジネス P102 から103、島本徳一、長愛流秋内内最初のこと、道島米会所文献集書書店、昭和45年、巨大米粒が、大阪、道島に出現新記念秘書幕式、先物市場発祥の地アピール産経新聞ニュース2018年11月8日、 閲覧、ありがとうございます。